こんばんは。私たちの働き方改革を生きるために働くのではなく、人生を楽しむために働こうということで、皆さんご、ご礼に、はい、ありがとうございます。今日司会進行させていただきます、岡里智子と申します。よろしくお願いします。今日はですね、カメラ動画を撮っております。でもこれは配信、現在進行形の配信ではないので、録画です。顔を映りたくない方はこちら左手にお願いします。はい。で、休憩を挟まないので何度も言ってるんですけど、お手洗い行きたい方は遠慮なく言ってください。よろしくお願いします。はい。ですね、まず企画の、この企画の趣旨を私から話させていただきます。この企画はですね、昨年12月から始まった企画でして、昨年の衆議院選挙の後、ちょっと反省をしまして、選挙の時だけじゃなくて、日頃からもっと共産党のことを知ってほしいと思って始まった企画です。毎回テーマを変えて、そのテーマに合った専門家と共産党サイドのゲスト2人からお話をしてもらって、最後に参加してくださった、皆さんと意見交換をするというスタイルで定期的にやっております。今日はですね、私たちの働き方改革ということで、昨日悔しくも衆議院本会議で採決されてしまった、働き方改革関連法案、その中身、問題について岡里弁護士から、そして、共産党がそもそも働くことをどう考えているのか、共産党はどう変えていこうとしているのかということについて、日本共産党沖縄参議院からお話を、していただきます。そして最後にお二人の話を聞いて、質疑応答や参加してくださっている皆さんが、こういうふうに働く、こういうふうな働き方をしたいとか、そもそも働くことって何だろうなとか、こんなふうに変わっていったらいいのにとか、意見を出し合って私たちの働き方改革とはどういうものなのか考えていきたいと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いします。はい。それでは改めてゲストのお二人をご紹介させていただきます。こちらからですね、日本労働弁護団、常任幹事、ブラック企業被害対策弁護団代表などなど、数々の労働問題を弁護されています、佐々木亮弁護士です。拍手を。それから、こちらが、日本共産党参議院議員、木田芳子さんです。よろしくお願いします。はい。ではですね、早速お話しさせていただこうと思います。佐々木さんの方から、はい、中身問題についてお話しよろしくお願いします。皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました弁護士の佐々木です。私はですね、有楽町にある法律事務所で弁護士をやっています。2003年から弁護士やっていますので、もう15年ですかね、やってます。で、事務所が順法法律事務所というところで、労働事件を多くやっている事務所です。事務所自体も60年以上あるんですけど、で、労働組合とか労働者側の事件を手掛けてやってきているということになります。で、この15年私が弁護士をやっている間にも、いろんな労働法に関する改正、改悪ですかね、がありました。で、今回これからお話しするのは、その中でも全部悪いのは悪かったんですけど、その中でも非常に労働法の時代をですね、逆戻ししてしまったような、改悪であるというふうに言えると思います。まずですね、現在の労働法がどんな形になっているかということを資料に沿ってお話をしたいと思います。高プロと裁量労働制の危険性って書いてあるですね、資料を沿って、お話をしていきますので、見ながら聞いてください。まず労働時間を規制する意味というものを書きました。労働時間をなんで規制するのかと。で、それは逆に言えば、かつては規制されてなかったわけですね。で、労働法ができるより前はどんなに働かせても OK でした。それは子どもに対して働かせても OK だと、こういう時代がありました。例えばその下の方に書きましたけども、イギリスではですね、最初にできた規制は9歳未満の児童労働の禁止なんです。ってことはそれまで働いてたんですね、9歳未満でね。で、9から18歳の場合にあと69時間以内に制限する。
週69時間ですから、今では後で述べますけど週40時間ですね。だから29時間の残業がこの時代規制が、まあ、今で言うと29時間の残業が入っているものがようやく規制として入ったというのが1833年のイギリスということになりますが、まあ、こういうものができるまではとにかくどんなに働かせても問題ない。なんでかっていうと基本的にはですね、契約すれば何でもいいという考え方がある。これは今の別に、日本で捨てたわけではなくて契約自由の原則といって、契約をする、要するに当事者同士が合意をすれば他人がとやかく言う必要はないわけですね。あいつとあいつがあのものを100万円で売り買いするのを、いやお前あんなの10万ぐらいだとか150万だとか外野がいくら言おうと、当事者同士が100万円で売買するってことに納得さえしてればそれは問題ないわけですよね。これが契約自由っていうものがあるんですけど、それをですねそのまんま労働関係に下ろしていくとですね、先ほど言ったように長時間労働が蔓延していたということになります。でなんでそうなるかというと、やっぱり使用者側が経済的に強い、給料をもらって働く人間、その給料を払う、まあ、法人なり人間なりがいて、そうするとどうしても金を握ってる方が強いというのが資本主義の世界ですから、どうしてもその強い側になびいた契約内容になっているということです。でもこれじゃまずいと、あまりにも特に、少年少女そして女性がですね潰れていってしまったということがあって、ついにですね、その19世紀になって規制が始まったということになります。で最初は年少者と女性だけなんですね。でこれはなぜかというと国家的な考えがそこにあってですね、要するに子供を潰しちゃう とその後年取って、まあ、大きくなってですね兵隊にならないじゃないですか。さらには、働き手にならないわけですよね。で女性を潰してしまうと子供を産まない、産めなくなってしまうわけですね。っていう考えから最初は年少者と女性の規制からスタートしてるんですね。もちろんその間には労働運動もありましたけども、まあ、最初国家が規制しようと思ったらそこがスタートということになります。で日本はですね、この規制が入ったのがかなり遅れます。1911年ですね、半世紀ぐらい遅れて入ります。それはですね、日本自体の工業化が遅れたということも、まあ、原因になっています。でそこでもやっぱり年少者と女性が対象なんですね。で現行法の労働基準法ができたのはですね1947年戦後です。戦争が終わって労基法ができたということです。で当時は1週間48時間でした。今の40時間で8時間はですね、だから何ですかね、当時は週7日のうち6日間8時間働いてちょうどいいとされていました。でそれが88年、最近ですよ、もう88年ですけど46時間、でこれで土曜日ちょっと早く帰れたんですね。で91年になって44時間、まあ、半ドンとか言ってた時もあったかもしれません。で94年で現在の40時間です。結構最近だなっていう感じで私はしたんですけど、で当時猶予企業っていうのがあって、猶予企業44時間良かったんですけど、それもなくなったのが97年ですね。たった20年ぐらいしか経っていないです。それが現在の状況ということになります。で現在は労働基準法32条で1週間40時間、1日8時間というものが上限となっています。でこれを超えて働かせたら使用者は罰則があります。労基法というのは行政取締法規といって、労働基準監督官が、その法律をもとにですね違反しているところにこう指導できるんですね。そういう法律になっているんですけど、そこに罰則があるというのはその中でも一番重い、その厳しい規制だということになります。ですから1日8時間週40時間というのは法律上はものすごい厳しい規制だというふうに位置づけられています。ところがここからが問題なんですけど、36条という条文がありまして、皆さんサブロク協定って聞いたことありますかね。働いてる人だと聞いたことあるとは思います。これが結ばれると今言った1日8時間週40時間の規制を超えることができるんですね。で、じゃあどういう時にその協定を結べるかというと、職場にですね過半数労働組合があるときはその労働組合、それがないときは過半数を代表する労働者と結べばいいというふうにされています。でどうやって過半数の代表を選ぶんですかというと、基本的には選挙
で選ぶんですけど、ちゃんとやってるところはほとんどないんじゃないですかね。私がいろいろな事件担当しますけど、サブロック協定というのが証拠で出てくるわけですね。そうするとその私の依頼者がこんなやつが代表だったのかみたいな話になって、これ人事のあれじゃないですかって言って、選挙とかやったことあるのって聞くと、いやそんなの一度も経験ありません。だけど毎年毎年更新されてるわけです。これが実態なんですね。でそのサブロック協定で今言った大原則、1日8時間週40時間を超えることができてしまうというのが問題なんです。でただですね、じゃあ超えることができるとしてどの辺まで超えていいのかということを、一応36条の2項というので、厚生労働大臣が定める基準というのがあるんですね。決めていいとされてる。でそれが、2ページ目の書いてある表にある、1週間でいうと15時間ですね。1年間でいうと360時間、まあ、4週間、1ヶ月でいうと45時間というものになってます。なんだと、こんなものかと思いますね。これだったら過労死しないよな、じゃあなんだ世の中の過労死というのはみんな違反なのか、法律違反なのかと思うかもしれませんが、実はさらに例外の中に例外があって、それを特例と呼んでるんですね。なんか言葉遊びのようなんですけど、例外の例外があります。要するに2段階式になっている。その例外の中の例外っていうのは、特別情報付き協定っていうのを結べばいいんですね。つまりやっぱり企業ですから、暇な時、忙しい時っていうのはどうしても波がある。でその波があって、どうしても忙しい時にはこの限度を超えてもいいですよっていうのが現行法なんです。でその超えてもいいですよって言った場合に、どこまで超えてもいいですよっていうのも定めがないんですね。ない、現行法上はない。これが青天井って言われていて、1年間のうち6回、6ヶ月間はそれを超えてもいいというふうにされています。でそれがですね、ものすごい長くて、企業によっては1ヶ月160時間を超えた労働をさせることができるサブロック協定を結んでいるところもあります。でまあ、大企業なんかの、ね、調査、共産党とかも調査して、昔表とかで発表してますけど、結構多いです。大企業で、そうすると大企業には実は労働組合もあるんですよね。労働組合も一緒になって、そういった長時間労働が可能となるようなサブロック協定を結んでしまっているという現実が実際はあるということを知っていただきたいと思います。ということはどういうことかというと、法律はサブロック協定という例外を設けましたと。でもこの例外も労働者と使用者側が合意した内容にね、沿うから、そんなひどいものにはならないだろうと多分立法者は考えたのかもしれません。ところがその立法者の考えを飛び越えて、労働者の組合、労働組合が160時間というね、普通一発で過労死認定されてしまうような、時間外労働を是認するような、ものを結んでしまっているというのがあります。ってなると、もうこの労使協定、要するに労働者の代表とか過半数労組が結ぶということでのその規制のスキームはもうすでに失敗しているというふうに言っていいと思います。で今回の今出ている安倍総理が出してですね、働き方改革関連法案は実はこの部分についても法律が出ていて、どうしても今日話す公プロとかね、そっちに目が行きがちなんですけど、今その今回のこれに対する規制も入っています。でそれがどんな規制かというと、1ヶ月、単月って言いますけど、単月100時間未満、平均にならすと80時間までにしようと。要するに今言った飛び越えられ160時間とかいうこういう協定は結べなくはなるんですけど、でも80時間とか100時間までは許されてしまう内容のものが今出ています。でこれは賛否両論あって、それでも今私が言ったように青天井になるよりいいじゃないかという意見もあります。他方で過労死遺族の会の方々はですね、これでも過労死基準なんですよね。80時間というのは実は脳疾患、心臓疾患の過労死基準になっていて、で休日労働と時間外労働を組み合わせると 1ヶ月80時間ずっともう1年間通してやらせることが実は可能な制度になっていて、穴が開いてるんですよね。なので遺族の会の方々は明確に反対ということになります。ただこれはおそらく共産党は反対していると思います。だけど立憲民主とかはどうかな、微妙かなというところはあると思います。なぜかというと、この100時間未満8時間平均というのは、連合と経団連の双方のトップがですね、一応これでいいということで合意している内容なんですよね。だから労働側でも賛否が分かれて、全部では反対かな、ちょっと忘れましたが反対だと思いますけど、賛否が分かれている制度になっています。
いずれにしてもですね、今言ったように、サブロック協定によってですね、上限があるというのは、現行法は青天井で、法律が仮に今審議されているのがそのまま通っちゃったとしても100時間とか80時間という超長時間労働の残業が可能な状態になっている。あともう一つ、大事な規制があります。それが割増賃金という規制です。割増賃金というと何のこっちゃって思うかもしれませんが、要するに残業代ですね。1日8時間週40時間超えて働かせた場合は、普通の給料の 1.25 倍の給料を払わなきゃいけない。で、まあ、時間単価って言いますけど、皆さん月給制の人でも1時間単位の給料にならして、1時間多く残業したら、例えば時給に換算したら1000円の人は1250円もらえる権利がある。そういう規制があります。で、深夜も規制があって、深夜はさらに 25% 増しになるので、8時間超えてかつ深夜夜10時以降朝5時までっていうのになると 50% 増しになります。だから1000円の人は1500円になるんですよね。こういう規制があって、これは要するに使用者にあんまり長く働かせると高く給料払わなきゃいけなくなっちゃうよというメッセージで、まあ、経済的な規制をかけて、長時間労働を防ごうとしているものです。だからこれを取っ払うということは、実は、労働時間を、気にせず、普通の給料で済むんだったらそっちも安いやということになってしまうんですよね。だからこれも重要な長時間労働規制の一つとなっています。ただ 25% で実際は安いです。海外の立法例なんかを見ると 50% ぐらいが普通なんですよね。だからやっぱり 25% っていうのはちょっと安いなっていうのが実感ですが、なかなか中小企業とかに配慮するっていう名目でこれを上げようっていう議論はないですね。ただ60時間を超えると今50% なんですけど、60時間超えないと 50% 増しにならないからね。で、今現在は中小企業猶予されています。で、それがこの法案が通るとその猶予も取っ払われるのかな、確かそういう形にはなってますけど、まあ、なんていうか割増賃金規制は一応重要なものなんですけど、やっぱり日本の規制はまだ緩いなっていうふうに考えています。で、今言ったように日本の労働時間の規制っていうのは成功してないんですよね。長時間労働に対する規制って成功してないんですけど、なのにこれすら厳しいということで例外がいっぱいあるんですよ。例えば、今日お話するうちの一つである裁量労働制、これも例外の一つで、要するに労働時間の規制を免れる。他にも変形労働時間制って聞いたことありますかね。平均にして8時間だったら1日15時間働いても翌日がすごい少なければね、いいやということで平均にならしてしまえばいいっていう考え方もあるし、他にも、例えば管理監督者って聞いたことありますかね。名ばかり管理職っていうと分かりやすいですかね。これも例外なんですね。だからたくさん例外があるのに、もう一つ例外を作ろうっていうのが高度プロフェッショナル制度というものになります。で、今の法案の中に入っているこの高度プロフェッショナル制度と、最初入ってたんだけども、法案提出前にいろいろデータの不備などで落ちてきた企画業務型の裁量労働制の拡大というのが、ありまして、この2つが実はこの法案の中に入っている目玉だったんですよね。で、実は経団連とかその経営側の取りたかった、一番取りたかった制度は企画業務型の裁量労働制の拡大だと思います。実はこれがね、取りたかったんだけど、安倍総理があまりよく分かってないうちにもうやめるって言ってくれたのでやめることになりました。これはある意味ラッキーだったところはあるかもしれません。あともう一つ言えるのは、あまりにもお粗末だったということだと思います。それを裏付けるデータがひどすぎたんですよね。捏造って言ってもいいぐらいの不備があったので、まあ、安倍さんもこんなのあったら困るということで撤回しちゃったんですけど、結構その後、経団連の偉い人とか経済大学の偉い人とか残念だ残念だってみんな言ってて、やっぱりそういう狙いがあったのねとかよくわかるというものです。まあ、これについても後でお話ししたい。で、問題は今熱い高度プロフェッショナル制度、高プロと呼ばれているものです。で、ちょっとややこしい話をこれからすることになるので、まあ、できるだけ分かりやすく話したいと思いますけど、まず高度プロフェッショナル制度っていうネーミング、法律の中には残りません。これもね、詐欺的なんです。法律ができるまでには、労働政策審議会っていうのがあってですね、そこで意見書みたいなのを作るんですね。で、それをもとに法案要綱っていうものを作り、さらに法律案っていうのを作って国会で審議して可決されると法律になる。これが労働法の成立過程なんです。で、最初に法案、その労働政策審議会で議論されて、そこで作られた意見書の中には
成果型賃金とかなんかそういうタイトルになってます。で、高度プロフェッショナル制度とか。で、それが、だからみんなそれを見ればね、普通の人は、あ、成果型の賃金制度ができるのかなと思うわけですよね。ところが法案要項になっていると、成果型賃金が落ちてて、高度プロフェッショナル制度しか残らない。で、さらにそれが法案になると、高度プロフェッショナル制度も消えちゃって、適用除外って書いてあるんですね。で、適用除外って何のこっちゃって思うかもしれないですけど、要するに、法律の規制、時間規制が適用除外される、要するに適用しませんっていう制度になる。だからどんどんその化けの皮が剥がれてくる。で、そういうなんかずるいやり方でここまで来てるということも知っておいてもらいたいなと思います。で、この高プロって言われてるこの高度プロフェッショナル、一応便宜上高プロと呼びますけど、高度プロフェッショナル制度はですね、まあどんなことで導入できるかというと、実はまず4つの要件があります。それが3ページ目ですね、右肩に3と書いてあるのに書いてありますが、一つがですね、まず委員会を設置する。委員会ってなんか、どんな委員会、中央委員会かなとかいろいろ思ったりするんですけど委員会を設置する。これを労使委員会と呼んでますけど、これを設置する。で、この委員会が下に書いてあるあいうえお書きく系まである9個の項目を5分の4以上の多数決で決議する。5分の4か、厳しいなとか思うかもしれませんけど、まあこんなのシャンシャンですよね。で、それを労基署に届ける。で、その対象になる労働者から同意を書面で取る。この4つがまず必要です。わかります？委員会を作る。委員会で項目を5分の4以上の賛成で可決する。で、それを労基署に届けて、それを適用する労働者から同意するものを一筆取る。この4つでできるんですね。で、じゃあその決める9つの項目って何なのって、これが重要な中身になっていくんですけど、まず一つが厚労省が定めた対象業務である。厚労省が定めた対象業務であるので現時点で決まってません。これが怖いですね。いや、俺は関係ねえやと思ってたら、実は自分の業務が対象業務になる可能性があります。現在、例として挙がっているのは経済アナリストとか証券マンですかね。彼らは例として挙がっているんですけど、国会答弁でも明らかになってますが、それに限られるものではありません。あくまでも例です。決めるのは厚生労働省の省令っていうね、大臣が定める規範で定められますので、まだわからないです。だからこんなバカなことあるかというふうに、こんな、ね、かなり強烈なわけですね。適用除外ですから、強烈なものの範囲が今現在は定まっていない。さらに、対象労働者は次の2つを満たすものであるということにしなきゃいけない。まず1つは職務が明確であること。で、年間の賃金額が労働者の平均、年間給与額より3倍を相当程度上回ることっていうのが書いてあって、ここがいわゆる年収1000万以上って言われてるやつなんですね。で、今の確かこの平均、年間給与額っていうのは300数十万ぐらいだと思います。だから900万台でもギリその相当程度上回ることまで入るのかなっていうところはあるんですけど、現時点で言われている数字は1075万円という数字が出ている。ただこれも別に決まったわけじゃないですよ。これも最終的には厚生労働省令で具体的な金額を定めることになりますから、3倍を相当程度上回るという縛りが入ってますので、勝手にはそれこの3倍以下には、ね、下げられませんけども、もともとはこれもこの野党とか労働側の批判でこういう法律にね、3倍という言葉が入ったんで、もともとはこれもなくフリーハンドのあれだったんです。フリーハンド、完全に別に厚生労働省で定める金額を上回ることしかなかった。これは2015年の法案提出時だったかな、もうちょっと前かなっていうのがあって、で散々批判したらこれ入れてきたんですね、厚労省側がね。だからこれも一応運動の成果ではあるんですね。だから2倍にしたり1倍にしたりしたいときは法律改正しなきゃいけないので、その意味では少し足かせにはなってるんですけど、まあでも3倍を相当程度上回る範囲内では上げ下げ自由、まあ上げるのは勝手にしてくれればいいんですけど、下げるのが自由ということになってしまいます。で、この2つですね。で、この対象労働者は、こう決議の対象になるんですね。で、もう1つが健康管理時間を把握する措置を講ずること、はい、健康管理時間、これ何だと思うんです、健康管理時間。健康診断だね。なんかそんな感じの、なんか僕が最初この言葉を読んだとき、なんか休んでる時間とかリフレッシュしてる時間が健康管理時間かなってちょっと思うじゃないですか。健康管理できてる時間かなと思うんですけど、これは実は今でいう労働時間です。
変な話なんですけど、なんでじゃあ労働時間って言葉使わないのっていうと、高度プロフェッショナル制度は労働時間規制っていうのがないおかげで労働時間という概念がないんですよ。変な話でしょ。要するに労働時間を管理するっていうのは、労働時間が8時間超えたらその分給料残業で払わなきゃいけないんです。だから管理する必要があったんで、それがなくなっちゃうんで、でもやっぱりそうは言っても命とか健康の問題があるから把握しなきゃダメだよねっていう意味で、労働時間をアップすると後で残業代だなんだって言われちゃうからということで、健康管理時間という謎の概念をここに持ち出してくるということになります、うん、でこの、まあ、だから要するに健康管理時間を把握する措置を講ずることということを決めなきゃいけない。だから会社がもしその労使委員会を作って5分の4の議決で、決議するときは、例えばこれをタイムカードで把握しますっていうのでももちろんいいけど、タイムカードだったらなんか普通の労働者に近くなっちゃうんで、いやじゃあ自己申告にしましょうとか、週1回じゃあ報告するでいいですか、月1回報告するでいいですでも一応講ずることに当たるかもしれませんね。ただこの辺もきっと省令とかで細々定めるんでしょうけど、今の時点で、どこまで緩くていいのかは分かりません。でもう一つですね、今度年間104日以上かつ4週間4日以上の休日を就業するで定めるところ、そうか104日休めるのか、いいなと思いますか。思わない。思わないですよね。思わないのは偉いですね。思わない、うん、あと4週間4日以上の休日就業規則で定める、4週間4日あったら、一般新聞が、一般新聞がそれを目指して、動いて、そういうあれだったという事情もあるからね、うん、そうね、4週間4日って実はね、現行の労働基準法でも4週間4日っていうのは常にあるんですよ。で、1回外した規制をもう一回ここに持ってきてるんですよ、批判が強いから。で、あと104日っていうのは後でも触れますけど、週休2日です。ただし、盆暮れ正月祝日なしで、週休2日換算で104日です。でも別にこれ1週間に2日ずつ与えろっていう意味じゃないですから、4週4日というペース、4週4日以上の休日のペースで104日与えればいいんですね。だから偏らせるとえらいことになるっていうのは、まだ残ってます。でもっと疑問なのはこれね、就業規則で定める措置をと、法案の正確に言うと、定める措置を取って労働者になんか与えることって書いてあるんですけど、実際休まないで休日出勤したらどうなるかということを解明されてないんです。実は104日就業規則に書いておいて、でも労働者はいや100日しか休めなかったって場合に4日間休日出勤した、それがどういう扱いになるか実はまだ謎なんです、ね、その場合4日100日しか休めなかったから、そのことをもって高度プロフェッショナル制度がいきなり外れてしまうのか、それともやただ単に4日勝手に働いただけだって言われるのか、ここが実はまだ解明されてないんで、ぜひ国会で解明してもらいたいという細かい話ですけど、で、あと対象労働者に対し次の4つの措置をとどれかを講ずることということで、これがいわゆる健康確保措置っていうやつです。で、見ていくとですね、分かるんですけど、1つ目は、勤務間インターバル制度、要するに就業時刻から次の始業時刻まで一定の時間空けなさいという措置を講じるか、深夜労働の回数制限を設けるかっていうのが一つ目。もう一つが健康管理時間、要するに労働時間ですね、健康管理時間を1ヶ月または3ヶ月の期間で一定時間内とすること、要するに上限規制をする。例えば1ヶ月、総労働時間200時間までってやればそれ以上働いちゃいけないよってことになる。そういう健康確保措置でもいいよ。で、3つ目が1年に1回以上継続した2週間の休日を与える、要するに2週間連続休暇、14連休与えなさい。ABC まで見ると、おまあまあ悪くないねと思うかもしれないけど、最後の落とし穴、一定の場合に健康診断を実施すること、絶対企業はこっち選びますよね、うん、選びますよねっていうのを決めなさい。この中の一つでいいんですからね、まあ、だから決めなさい。じゃあ二つ選ばせる必要があるのかなって感じはね、うん、だけど法律上は一つでいいということなんですか。それとあとは、健康管理時間の状況に応じて、要するに労働時間なんですけどね、状況によって有給休暇を付与したり健康診断を実施する制度を導入することとか、苦情処理措置を講じること、あと同意しなかった、要するにコープロやりますよっていう同意に同意しなかった労働者を不利益に扱わないこととか、あとその他厚生労働省が定める事項を決議するわけです。今言ったやつを決議するわけ、5分の4に。まあでもまあなんてこともないですね。で、実はこれにプラスして維新の党、維新の会、どちらか忘れちゃいましたけど、会かな、維新の会が
修正をしました。希望が乗ったんですね。あ、そう、希望も乗って修正しました。それは同意も一旦した同意が撤回できるということをやったの。あ、まあまあいいんじゃない、同意撤回できるんだと思うじゃないですか。で、僕もそもそももともとこの問題批判するときに、一度同意したら抜けられない制度なんかとんでもないというふうに言ってたんですね。そしたらなんか、立憲民主の尾辻さんという人の質問収集にそれを入れてもらって、返ってきた回答にそういう措置を投じる予定だって書いてあったんですよ。あ、投じるんだと思ってたら、何かというと、この決議の中に、同意の撤回に関する手続きを入れろって書いてあるんですね。でもこれだと法律で何も規制してないと同じなんですよ。例えば同意の撤回に関する手続きが会社が認めた場合撤回できるとかしたらどうですか。ああ、ね、そうするとほとんど同意撤回しないんです。会社が正当な理由がないと見ましたとか言って撤回認めない場合もあるし、例えば3年後撤回できるとかにしたらどうですか。3年間は撤回できないんですよ。だからこの手続きの中身をもっと規制しないとはっきり言って意味ないんですよ。だからもっと言うと、これは権利として労働者に付与しないと同意の撤回なんて意味がない。だからこんな決議の中にね、手続きを決めればそれでいいなんていうのじゃダメですね。だからそこは維新、まあ維新だからね、まあしょうがないですけど、ね、まあ維新だからとか言っちゃうと怒られますけど、維新の党が、そう、あ、これ言っていいのか、公表すればいいのか、ブラック企業被害対策弁護団で各政党にアンケートとか、維新の党、あ、そのアンケートの項目に、高度プロフェッショナル制度は年収いくらぐらいの人に、いいですかって聞いたら、維新の党はもう700万円って言ってるんですよ。早くも下げようとしてるっていう、自民党よりもすごい。自民党は回答してくれませんでしたね。すぐは、まあ、いいですか。というのが、なんですかね、導入要件ですね。ですから、この今言った赤ら、プラス維新の党が、修正で入れた同意の撤回に関する手続き、これを漏らすことなく決議しないと、一個でも決議漏れがあると、コープロは導入できないです。この辺の手続き要件は厳しいと思うんですね。漏れてればダメよということになると思います。で、効果として何が起きるかというと、先ほどから言っているように適用除外になりますので、1日8時間、週40時間の規制はありません。6時間で45分、8時間で1時間の休憩の規制もありません。休日深夜労働の割増金の規制もありません。要するに労働時間に関する規制は全てなしということになります。これはかなり強烈ですよ。で、他方でじゃあ労働者側ね、何を得てるのかっていう問題があるんですけど、次のページに行きますね。4ページ目に行きますか。よくその導入推進派から言われることで、この制度ができると早く帰ることができるんですよとか、この制度ができることで自由に働けますとか言うんですけど、裁量労働制より悪い制度、この制度。なぜかというと、裁量労働制は変、いい意味でも悪い意味でも労働時間を一定時間とみなすんですね。例えば1日8時間とみなせば、5分来て帰ったって8時間働いたとみなされますね、いい面では。で、逆に悪い面では16時間働いても8時間しか見なされない。でもそれはどっちにしたって8時間なんですよ。ところが高度プロフェッショナル制度はそういう見なし時間という、そもそも労働時間という概念がないのに、ないのに使用者側が労働時間を設定することはできるんですね。だから例えば、23時まで出産をして8時に来いという命令だってもくださる、ということもできるんです。例えばね、あなたは朝9時から深夜2時まで働いてください、毎日。これもできる。こういう命令が全然有効になるんです。違法じゃないんですね。で、じゃ あ分かりましたって働いて、いやでもちょっと疲れたんで10時に帰らせてくださいって帰ったら、その分欠勤控除ができるんです。いいですか。控除できるんです。だって決められた分働かなかったなら控除しますよっていうのは排除されてないんですよ。で、さっきの裁量労働制は8時間で見なされるから5分でも8時間分給料払わなきゃダメなんです。そういう制度になってないために、これかなり強烈なものになってます。ですから、そこまで悪いことをやる企業があるのかどうかは分かりませんよ。だけども最低基準を画するのが労基法ですから、悪いことできてしまうんじゃ、それはもう穴が開いてるのと同じですので、これができてしまうところは怖いところですね。で、早く帰れるかどうかっていうのも、今言った状況からすると業務命令は出せますから早く帰れないんですよ、実は。だから早く帰れるだったら今でも早く帰れるんですよ、逆に言うと。例えば今の制度で、例えば夜6時まで働く、でも3時ぐらいにはもう仕事終わっちゃった、ね、じゃあ私帰りますっていう時に、いいよと、仕事終わってるから6時までの給料払っとくよっていうのは
全然今できるんですよ。当たり前ですよね。労働者に有利なことは規制されてないんです。ところが、このコープロになって、できることは、例えば夜6時までの労働者が今だったら8時まで働きましたってなると2時間分の残業が規制されてるわけで、払わなきゃいけないという規制があるんですけど、コープロになれば仮にその8時まで働いたとしても払わなくていい。だから要するに払わなくていいっていう方向でしか、その何ですかね、効果は出てこないっていうことですね。だから使用者側にとって有利な効果しかなく、労働者にとっては何の得する効果も発揮されないのが高度プロフェッショナルです。で、あともう一つよくある嘘が、成果で賃金っていうね、先ほども言いました最初の方、労政審の意見書なんかでは成果型賃金と書いてあって、でそういうマスコミの報道もものすごいされています。今でも一部メディアはしています。だけども法律見ると賃金制度については一切触れてません。これは全く触れてません。でも今でも安倍さんなんかは言いますよ。あの成果に応じた働き方をね、給料がもらえるような制度を導入した方がいいんだというふうに言いますけど、あの別にコープロを導入して成果型賃金取らないことなんか全然規制されてませんから可能です。ですからこの成果で賃金というのは全く嘘ですね。今でもしつこくこれを言ってるのは、日経ですかね。あと最近ではまたちょっとぶり返したりなんか揺れ動いてるんですけど、 NHK なんかでもあの最後まで言ってたりしましたけど、私それたまに調べてあの書いたりしてるんですけど、今度ちょっとそれをまた調べて書きたいなとは思ってますが、そういう状況になっています。それとですね、あとこの前クローズアップ現代プラスっていうのを見ました。うちの事務所の夏目弁護士で労働弁護の幹事長が出て、であともう一人上西先生ですね、あの法政大学の教授が出て、で相手方というかね、その導入推進側に何だっけな、クラウドワークスの社長と竹中平蔵です、ね、我らが これ動画配信されちゃうかもしれないですけど、まあ、全然いいんですけどね、悪いやつが出てたわけですね。その竹中平蔵 VS うちの夏目になったんですけど、まあ、あんまりこうガンガン討論する感じじゃない、本当に短い30分番組、25分か、実質25分番組で、そんな長くはできなかったんで、もうちょっとやり合えば面白いのになと思って見てましたけど、その中で言ってたのが、コープロを導入することで、イノベーションが、なんか、イノベーションが起きるんですよ。イノベーションって起きるっていうのがアップするっていうのがよくわかんないですけど、どっちが言ったの、これはね、クラウドワークスの社長の方だったかな。は言ってたと思います。でクリエイティブな働き方に合ってるって言ったら、私しか書けなかったなと思うんですけど、関係ないです。あのなんで労働時間の規制を外したらクリエイティブになるんだっていうことですよ。関係ないですよ。でなんで労働時間の規制を外したらイノベーションが起きるんだってことですよ。そんなこと言ったら管理監督者の人たち、じゃあいつでもクリエイティブなのかと、ね、今でも外されてるわけですよ。あのイノベーションを起こしてるのかと、関係ないでしょと、関係ないのにこれが入ることになるんだっていうのが彼らの言い分ですね。であともう一つ驚くべき発言がこの尾のところに書きました。104日の休日と4週4日の規制が厳しい規制だって言うんですよ。竹中平蔵さんはね、最初の段階でこれはこの法案に対してね、労働時間の規制を全部取り払うなんて嘘を言われてると、誤解が言われてると、これは厳しい規制が入るんですと、休日規制が入るんですと言って、104日休ませなきゃいけないんですよ、4週4日休ませなきゃいけない規制が入る、厳しい規制が入るんだって言うんです。4週4日って今でもやってますからね。でさらに104日の規制は多分まともな会社だったら年間104日以上休みありますよ。だって盆暮れ祝日と土日やったら確実に選べないじゃないですか。選べないじゃないですか。有給休暇が、有給休暇が選べない、選べない有給休暇はある、あのコープロ制度はね、だからその4週4日と104日の休日っていうのは今の普通の働き方、要するにまあいわゆる標準的な会社における休日よりも全然少ないんです、少ないんです。なのにこれを竹中さんに言わせると厳しい規制だっていうから、あんたどっかの会社の会長さんでしたよねって言われて、その会社はこれが厳しいっていうのだとちょっと臨検入った方がいいんじゃないですかって言われて、労働者がね、労働基準監督署がウォーミングアップを始めるんじゃないかっていうぐらいの発言をしていましたね。だからまあそういう意味では、だから竹中平蔵さんは何も分かってないと。分かってないんだけど、イノベーションとかクリエイティブとか日本経済が沈む、みんなで一緒に沈んだ方がいいのかって、あんたが沈ましたんでしょっていう話なんですけど、沈んでもいいのかって話をするんですね。まあだからこういうのが、なんですかね、この前のクローズアップ現代で言って、だから推進側は
ほとんど中身に触れて積極的な導入理由を述べられませんでした。で、阻止しようとするその上西先生とかうちの夏目弁護士はちゃんと法律に沿って法案に沿ったあのきちんと議論をしていましたね、うん、もうあれはだからよくあのコントラスト出てたなとは思いましたね。であともう一つ1075万円最初言いましたけど、これは間違いなく引き下げられます、うん、確かに3倍という縛りをかけましたが、それは2倍になり1倍になりということになると思います。でこれは何でかっていうと、まあ、もう有名な話になりましたけど、経団連の最初のホワイトカラーイグゼンプションというね、公務員に似た制度に対する提言で400万円って言ってるんですね、年収。つまり2、3年目から始めるってことですよね、うん、そうですね。だから400万円、まあ、でも残業込みで400万円でいいので、うん、下手すりゃ1年目からだって外れようと思えば外れますね。で、高度プロフェッショナルとか言ってますけど、そんなの大体仕事なんてみんな高度プロフェッショナルですよ。当たり前ですけど。それはそうでしょ。みんなやっぱ仕事っていうのはそれなりに専門的で、いきなりだって僕がいきなりコンビニのね、店員やってくださいって言ったら、やっぱり一から勉強していろいろ覚えなきゃいけないことありますよ。それはそれで高度プロフェッショナルですよ。だから、そういう意味では、どんな仕事だって高度でプロフェッショナルだろうっていうことはいくらでもこじつけられるんですよね。だから年収要件を下げて対象業務を拡大すれば、あっという間に皆さん残業代なしの世界が待ってますね。労働時間規制なしの世界が待ってるというふうに思います。それと、健康確保措置の実効性低いというのは先ほど言った通りですね。健康診断みんな取っちゃうよね。健康診断ぐらい実施しますからね。で、あとは長時間労働、規制がなくなった時代に逆戻りですね。最初にやった規制で69時間だったところに逆戻りなんです。だからこれは時計の針を逆に進める解約制度だということです。で、あと私がこれよく言ってるのが、1075万円でなくても導入できるっていうのは、先ほど言ったこととちょっと関連しますけど、要するに高度プロフェッショナル制度は365日から104引いた日は働かせていい制度ですね。だから、365回100年引くと、261日かな、うん、そうだよね、261日ね。それかける24時間で、その時間を全て働かせていい制度です。わかります、うん、で、その時間だと大体6000時間ぐらいになるかな、6000時間ぐらいになって、それが1075万円なんですよ。これを時給で換算すると1700円ぐらいなんです。で、1700円というのは普通の労働時間で、要するに1日8時間労働、今の規制ぐらいで働くと、大体360何万円ぐらいです、制度。だからこれ上手にこれやるとね、真似するからあんまり言わないで来たんですけども、ここになったら言った方がいいと思って言ってるんですけど、だから400万ぐらいでも今でもやろうというのができちゃうんですね。だからこれができないような、規制をちょっと改正してかけないと、これ超危険ですね。危ないですね、うん、だからここはちょっとやってもらいたいなというふうに思います。で、最後、裁量労働制、これはすでに撤回されているのでざっといきますが、まず裁量労働制っていうのは、このこっちの方が即効性があったところでした。これは年収規制もないですし、年収300万だろうと200万だろうと最低賃金だろうと、できるというね、政府の回答がありましたけど、まあ、だからこっちがもし導入されたらもっと危険でした。でこれはさっき言ったように撤回されています。で、裁量労働制とは何ですかって5ページ目に書きましたけど、これは現行法下でもすでに、ある制度で、専門業務方と企画業務方があります。で、簡単に言うと、決まった労働時間を設定して、どんなに長く働いても、どんなに短く働いても、その設定した労働時間とみなす制度です。で、だから実際はでもですね、長く働いても短くみなされたってことが多いです。で、残業代は一定時間みなしたものに対しては出ます。だけども、みなしたもの以上は出ません。まあ、当たりますよ、みなし労働時間。で、裁量があることが前提になるんですけど、さっきのコープロは裁量があることも前提になってますよ。だけど、裁量労働制は裁量労働制なんで、裁量があることが前提なんですけど、どこにあるかというと、業務の遂行の仕方だけにあるんですね。だから、業務量にはないんです。だから、例えば、もう、一日中働いても終わらないような業務量を与えて、はい、あなた裁量ありますから、どうぞご自由にっていうことも可能なんですね。だから、長時間労働によって精神疾患になってしまう労働者は、この制度の下では多発しています。で、拡大、じゃあ何を拡大しようとしたのかということなんですけど、ここに書いてある通り、O のところに書きましたが、事業の運営に関する事項の実施管理評価業務、これを実施管理評価業務と言います。あと、法人提案型業務、営業というもので、この2つなんですけど、これ説明文読んでも多分分かんないと思います。
例えば事業の運営に関する事項について繰り返し比較立案調査及び分析を行い、かつこれらの成果を活用し当該事項の実施を管理するともにその実施状況の評価を行う業務。これ聞いて、ああ、あれかって思う人います？いませんよね。いないですよね。ああ、あれねとか言って言ったらすごい人だった。部長級、取締役級、部長級でもですか？取締役部長級も入る可能性はあるでしょうね。取締役はそもそも労働者じゃないんで、あれなんですけど、要するに、これはかなり広い概念で、下手すると課長級でも入るし、部下がいない管理的な業務をやってる人も入っちゃうんですよ。で結構これ広めな設定です。分かんないから広めに設定されてます。でもう一つが法人提案型営業で、これは要するに営業です。でカスタマイズするようなものを営業する、要するに既に出来合いのものを売るっていう営業ではもうないんですけど、例えばうちなんかで言うと事務所で言うとコピー機がありますね。今コピー機っていろんな機能がつけられるんです。スキャナーとか、あと OCR でそのこういう文章を読み込んだ時にワードに変えてくれとか、でそれを入れたり入れなかったりカスタマイズができるんですけど、あの営業さんたちはこれに入っちゃうんです。ですからほとんどの営業マンがこれに入ると思います。でこういう拡大をしようとしたんだけど、まあどういう狙いかというと最後のページに書きましたが、実施管理評価業務は実は名ばかり管理職潰しだと思います。要するに今までやった名ばかり管理職で後で残業代請求されたら負けちゃうんですよ会社は。でもそれをこの実施管理評価業務に当てちゃえば払わなくて済むんですよね。それとかあと法人手形営業っていうのは事業場外みなしの合法化っていうふうに言っています。要するに事業場外みなしっていうのは実はあんまりこう、今では難しくなってですね、昔は情報機器がなかったから外に出てる人たちが働いてたとか分からなかったんですよ。ところが今はみんな、スマホ持たされてるし、いろんなものタブレット持たされて報告も逐次されてるので分かるでしょってことでだいぶ否定されてきてるんですね。でそうなっちゃうと使い放題にならないから、この法人提案型営業というのを入れてきてるんですね。っていうことが狙いだろうと思います。最後で、じゃあ本当の働き方改革に何が必要なのっていうところだけちょっとお話しして私から終わりにしたいですけども、やっぱり長時間労働を防ぐという視点はどうしても必要だということで、先ほど言ったインターバル規制は、これは法律の義務として、使用者の義務として入れた方がいいだろうと思います。であと実効性のある上限規制ですね。100時間とか80時間ではなくてもうちょっと低い時間の規制を入れてほしいと。あと労働時間管理を義務化させる、今法律で義務になってませんので、これを使用者の義務まで高めるということですね。でこれに違反したらペナルティをきちんと与えるということが必要だと思います。でさらに、もっとプラスになると、働くことを楽しく生きることが同時に実現できるようにする必要があるだろうということで、有給休暇の取得率を上げる施策が必要、もしくは義務化した方がいいだろうということと、あとやっぱりもらえる給料を高くしないと、やっぱり生活苦しかったらやっぱ長く働かなきゃいけないというのがどうしてもあるので、やっぱり最低賃金を大幅にアップしたり、あとはやっぱりその会社が、ね、もっと労働分配率、労働者に払う給料を上げるということが大事だろうというふうに思いました。というわけでちょっと駆け足で難しい話だったので大変でしたけど、私からの報告はこれで終わります。その時に私が公約で掲げていた一つがブラック企業ゼロと、まあ、まさにそういう残業代を払わないとかね、超長時間労働を無理やり強いて低賃金でとかパワハラし放題とかで、そうやって労働者を酷使する企業をなくしたいんだということを訴えることで、まあ、そういった応援の声を受けながら国会に送ってもらったということで、そういう意味では本当に今のね、先ほどご説明あったわけですけど、働き方改革と政府が言ってるけど改悪ですな、ですがもうその改悪は絶対に許せないという立場で頑張りたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。国会の方どうなってるのかって言って、国会の話はね、
まあ、いろいろ言いたいことあるんですよ。さっきのあのデータの捏造もそうですけど、なんか改ざんがあったり隠蔽があったり、うんだからあのセクハラがあったりってあるんですけど、まあ、今日は働き方っていうことなんで、まあ、そこに絞って言うとですね、まあ、先ほど言われたとおり、昨日衆議院の本会議であのこの法案が採決されたということなんです。でその前金曜日、先週金曜日の25日に委員会で強行的に採決がされて、そのうち、衆議院の本会議で採決があったわけですけど、だから採決っていうとこれで終わっちゃったみたいにあの思う方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、忘れないでいただきたいんですよね。参議院ってよく忘れられるんですけど、あの任制ですから、日本っていうのはあの衆議院通過した後もあの参議院あるんで、まあ、採決っていうけど通過なんですよ。通過しただけで最終的にどうするか参議院で廃案にすることももちろん可能なんですね。で会期は6月21日までなんで、もうあと少しと3週間程度ということで、あの会期末になって廃案っていうこともあの理論的にはあり得る話なので、ただね、ここでしっかり論戦の中で矛盾を先ほどさまざま問題点挙げられましたけど追及しながら採決なんかさせないという戦い頑張っていかなきゃいけない事態だと思いますし、まずこの法案はいろいろ中身の問題点がね言われてるんですけど、そもそもこの法案を国会で審議しようっていう始めた時点でもう問題だらけなんですよ。でまずその審議入りの仕方なんですけれども、それを行われたのが4月の27日なんです。でその時ってどういう国会状況だったかっていうと、先ほど言ったような公文書の改ざん問題、森友とかの森かけ、まあ、あたりの改ざん問題をめぐってまたあのかけ問題も出てきていて、あのかけ問題の柳瀬さんね、証人喚問が必要だとなんか官邸であったっていう愛媛県の証言が出てきたと。だからそれを参考人じゃ拉致が開かないか、証人喚問やれって野党が要求してるのにあの与党が答えないと。だから審議の前提があの壊れてるから国会審議はできませんって言って審議拒否をしている間に勝手に与党だけで入っちゃったんです。でいやでもそういう話をしてると野党がさ休んでるからダメなんじゃないのみたいなことを言う方がいると思うんですけど、あそもそもね、その審議の前提整えろって要求していただけなわけで、それ答えない与党が悪いんです、うん、完全に。と同時にそもそも国会でもね、まあ、与野党あって数の大小はあるんですけども、その中で私も言ってすごく実感したのは、そうは言ってもその中で民主主義のルールっていうのがあるんですよ。どう民主主義っていうのは多数決じゃなくてね、どんな少数者の意見もちゃんと反映させて聞いて、できるだけ意見調整をして最適解を出していくっていうのが民主主義なんです。だそのために国会であのいろんなこの質問時間の配分の仕方とかねあの決めるんですけど、与野党一緒になって、だからどんな対立した法案でもいつ審議入りしますか、何時間審議しますかっていうのはその都度その都度ちゃんと合意をしてやっていくっていうのが基本中の基本のルールなんですよ。それを一方的に破って法案の審議入りをした、この時点でもうアウトっていうか民主主義のルール違反なんです。もう重大なんだ。これだけでももうあのよく法案がね不正常な状態で送られあの参議院に送られてくることを荷崩れって言うんですけど、荷物が崩れる、もう荷崩れ状態決定なんです。でしかもそれはさっきの審議の仕方の問題でしょ。で法案の前提も崩れてるんです。でさっき言った裁量労働制のねデータの話がちらりと出てきたんですけど、そもそもさあの公文書の改ざんとかの前に出てきたのがそのデータ捏造問題で、その裁量労働制がやったらあの普通に働く人よりも短い時間で働ける、そういうデータがあるんですって国会で首相が答弁してたんですよ。で実際にデータが出てきたんですよ。しかしそのデータが嘘だったってことなんです。平たく言うと全然比較できるようなデータじゃなかったっていうことがまず明らかになった。でだから裁量労働制引っ込めざるを得なかったのが一つと、しかもこの、衆議院で審議した直後にもう一つその裁量労働制の根拠になってた労働時間総合実態調査っていうデータがあって、その2割が間違ってて2割ですよ削除した。でそれでどうなったかっていうと、あの
年間ね、1000時間を超える残業をしている人の割合っていうのが、削除前はただ 3.9% だっていう話だったんです。それ削除した後精査したら 48.5% もういた。みたいな。ふざけんなって。超長時間労働じゃないですかみたいな。もう全然で、そのデータを使って労政審っていうところ、その法案の、ね、全体を審議するところで11回もそのデータ使って議論してるんですよ。それを基づいて今回の法案作ったって言ってるんで、いやいや大間違いなんじゃないですか結論がっていう。もうこの時点で国会で審議するような段階にはなくて、この法案労政審で差し戻してもう一回議論し直すべきなんじゃないですかっていう、そういう状態なのにもかかわらず、なぜか衆議院で採決されちゃったっていう、本当異常事態なんです。だからもうぜひね、皆さん声上げるときは、もうこんなめちゃくちゃな法案ね、中身はさることながら正常とは言えない法案が通されようとしてるんだってこともね、ぜひ訴えていただけたらと思っています。ただでなんかそう言われるとね、言ってるとなんか与党にやられてばっかなのかなみたいな、負けてばっかなのかなみたいな、こうちょっと不安になる方もいるかもしれないんですけど、ただやっぱりね、この間市民の皆さんとか声、その過労死遺族の会の皆さんとか家族の会の皆さんとか、もっと反対の声を大きく上げていて、まあ、野党の方も国会でかなりスクラム組んで連携取ってるんですけれども、そういう戦いの中でやっぱりね、一定成果を上げていて、実際そのさっき5月25日に衆議院の委員会で強行採決って言いましたけど、でもその前に本当は23日に採決するつもりだったんですよ。でそれを委員長不信任決議案を出して止めて、で25日も本当は朝に通して、でその午後に行われる本会議でそのまま通してしまおうって思ってたのを、大臣不信任案出して一回止めて、で委員会強行採決はそこでされたんだけど、本会議採決を次の週、今週に送ることができたんです。しかも本会議採決も本当だったらその一番近い本会議っていうのが火曜日に行われる予定だったんですよ。それが昨日木曜日まで繰り越されて、しかもその前にそのさっき野党がいない間に審議したって言いましたけど、その野党がいなかった分の補充質疑の時間を委員会で認めるっていうことで、委員会でもう一回採決後に、なんかそれも変な話なんですけど、法案の審議時間を設けることができた。私もね、まあ、国会議員5年やってまして、ほんと数々の強行採決を見てきたんですよ。まあ中には中間報告とかにもわけのわからないね、強行もあったんですけど、まあ詳細は割愛しますけれども、ただ委員会採決が終わった後すぐ日本会議で採決できなかったっていうのは、私この5年間で初めてだと思います。そういう意味ではやっぱりね、この市民と野党が声を上げてるってことの大きな成果だし、やっぱこう安倍政権先の改ざんとかでこう揺れているところで、こうじわじわとですけど弱体化しているというか、そのまま強行しきれない状況にじわじわと追いやってる証拠だと思うんで、ぜひね、そこも確信持っていただければと思ってます。で、そういう中でもう一つ市民の声って言いましたけど、とりわけ私言いたいのは、力発揮しているのが過労死家族の会の皆さんだということなんですね。さっき佐々木先生からも本当に皆さんとも声を上げて猛反対しているっていう話もあったんですけど、文字通りね、座り込みやったりとか記者会見もやるし、安倍首相に面会も申し入れるとかならなかったんですけど、そういう形でもう先頭に立って体張って採決阻止っていうことを言い続けているわけです。例えば NHK で過労死、娘さんが過労した佐藤さんなんかは、死人がね、このままだとこの法案が通ると死人が増え、でもその死人が増えても統計上の過労死という概念は減ってしまうっていう事態になるんだ、死んでも自己責任で片付けられるんだ、これは本人も無念だけど残された遺族が苦しむんだと、そういう声も上げてるし、
例えば医師の夫を過労死で亡くした中原さんというのは、医師っていうのはでもそもそも今残業代払わなくていいよっていう、まあ、そういった除外になってるわけですけど、まあ、そういうコープロのような働かせ方で死んでる人がいるんだと、労働者の未来を奪う働かせ方なんだと、まあ、そういう話もしていると。で、あの過労死されて夫を亡くした寺西さんっていうのは家族の会の代表なんですけど、はあの国会に来てですね、参考人、法案の質疑の中で参考人の発言もしてるんですけど、あの、まあ、ここでもね、あの相当頑張って、ただあの発言するだけじゃなくって、あのこのさっきあの佐々木、まあ、あのいろいろこの問題点があるんだけど、この大臣がね、このコープロを入れる理由みたいなことでこう他に言ってるんです。夜働いた方が効率がいい方、夜型の方がいると。でそういう方が自分のに合った時間帯で働けるんだ、だからコープロだっていうような、まあ、いわば暴言的答弁をしたんです。でそれをどう思うって聞かれて、やっぱり大事な発言してるんですね、寺西さんが。いや、日本人の労働への美徳というか、真面目に責任感が強いっていう、そういう傾向がある。そうした皆さんの思いで、どうしても仕事を任せたり、たくさんの仕事を積まれたらこなさねばならないという思いが強いから、だから中には長時間労働したいという方がいるかもしれないけれど、人間は生身の体です。そんな機械のように働き続けることはできません。そして万が一の場合には遺族は大変な悲しみを負うんだ、そういう反論を行ったわけです。でさっきの真面目でっていう話で言えば、もうね、過労死された方っていうのは仕事の内容が違ってても共通してるのは、真面目で責任感が強い人が長時間過重労働の末に過労死に追い込まれ、尊い命が奪われてるんだ、そういうことも言っていて、まさにこのね、遺族の会、家族の会の皆さんのこの言葉にこそ真実があると思うんですね。でね、寺西さんはですね、あのおっしゃってて記者会見で私忘れられないんですけど、あの愛する家族を失うという地獄の苦しみを味わうのは私たちだけでもたくさんなの、だからこの働き方変えると反対だと、この声に耳を傾けないのが安倍政権ですよ。安倍首相、雨の中ね、面会してくれって官邸前にいる家族の会の皆さんにアホともしなかった。私忘れもしないんですけど、あの電通の高橋まつりさんが過労死が認定された直後に、私本会議室も立って安倍首相に対してね、その問題を正した時に首相は言ったんですよ、二度と悲劇は繰り返さないって。でもこの時点でその遺族の方に会わないっていうのは、その言葉が嘘だったってことでしょ。しかもですよ、その遺族の皆さんが面会を求めた日に首相何してたと思います？経団連の会長と会食ですよ。もう誰のための法案か、ここに本質があるんじゃないか。絶対にね、何食ってたか知らない、ごめん。まあ、おいしいも食ってたんでしょう。ね、お金はある方々でしょうからね。本当にもう許せないなと思います。だからね、廃案にしたいんですけど。でちなみに、ただ国会の論戦の中で、まあ、様々な政府の矛盾っていうのは明らかになってきていて、例えば矛盾とかいろんな狙いとかね、さっき の夜型の方がみたいな話があった時っていうのは、うちの高橋静子さんがね、なぜコープロで働いた方が自律的で創造的な、まあ、さっきクリエイティブみたいなこと言ってましたけど、創造的な仕事になるんですかっていう問いの答えなんですけど、その前段に何を言ったかって言ったら、当然夜間、まあ、夜型の人がいるんだけどっていうところで、夜間の賃金が高くなればその時間は働かないでくれと、やめてくれという話になるので、だから夜型の人たちが自由に働けるようにするためにコープロなんですって。まあ大体質問と答えが合ってないんですけど、ただね、ご飯論法ってやつがあるんですけど、ちょっとそれは置いといて、そうで、つまりね、さっきの大臣の答弁っていうのは、まさに一番最初に佐々木さんが言ってた
この規制ですよね、まあ、一番最初とか後にもありましたけど、残業代割増賃金っていうのは長時間労働を抑止するための経済的な制裁なんだっていう、だからそれが使用者にとって邪魔なので外すんですよって、使用者のために都合が悪い残業代をなくしたいんだっていう狙いがここで明らかになったと思うんです。まあ、もしくはあとね、いろんな面があるんですけど、ね、さっきの、まあ、所定、就業時刻ってねあるじゃないですか、朝9時から夜中2時まで働いてねっていうことができるんじゃないかと、禁止する規定がありますかって、それを衆議院の大瀬さんが質問収集やったんですよね。なんで答弁返ってきたと思います？想定しえない。想定しえないって、いや想定しえないことが起こるかもしれないから、それを禁止しなきゃいけないんじゃないですか、禁止する規定はあるんですかって聞いてるのに、想定しえないってね、そんな法の手を出してないじゃないですか。想定しえない事態を禁止するために法があって、 とりわけ労働法制っていうのは強制放棄で、さっきの契約の自由があるんだけれども、でもそれだと労働者の方が弱いから、たとえ合意してたとしてもダメなものはダメなんだっていうための労働法制なんで、そこで想定しえない事態が起きちゃダメなんですよ。でそういう本来だったら法律で定めなきゃいけないことが全然定まっていないということなどが、まあ、いろいろこの論戦を通じてじわじわと分かりつつあるわけで、あもう一つ言うとると1075万円もね、最終的に省令で定まるし、 3倍を2、1にできるって、3倍がでも法律事項だからって話があるんですけど、だからその前にその平均的な給与っていうのが下げられる、そうの3倍ってしか書いてないから、で1075万なんて各さっきの900万もあり得るってありましたけど、平均的給与額が下がっていけば、もう自然的に何もしなくても、省令で何をしなくても下がることは可能なんです。で今のなんかその 毎日勤労統計だかな の平均所得っていうのはもうすでに313だったかな、ちょっと数字忘れたんですけど、かなり下がってて、それを3倍のを相当程度上回る、相当程度って何ですかっていうのがよく分からないんですけど、まあ、小池晃太さんがうちにレクチャーを厚労省に聞いたところ、大体 3.3 倍程度っていうことらしいんですけど、まあ、それをか、分かんないよね、だからそういう細かいことも分かってないんです、相当程度とか適当なことが書いてるんですけど、まあ、その 3.3 倍かけたら、もうすでに1030何万円ぐらいなレベルなんで、もう1075なんて、もはや架空の数字。で今はもうもちろん1000万を超えない900万円になるってことは、もう何も手をつけないでもなり得る状態になっちゃってたりとかいうのが、まあ、これからそういう辺はね、まだちゃんと答え質問としては聞いてないんで、詰めていく必要があるんですけれども、まあ、そうやってこの問題点を明らかにしていけばですね、追い詰めることは十分に可能ですので、ぜひね力を合わせて廃案へと追い込んでいこうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。であとは、まあ、一応いろいろというか、他にもどこまで話そうかなっていうのは悩んでるんですけど、まあ、一応働き方改革って念のため言っとくと、コープロだけじゃないんですよね。で裁量労働制発されたんですけど、先ほどもお話していた100時間の上限の問題もあるし、あともう一つね、同一労働同一賃金ってことも言ってるんですけど、実はこれもね案外問題があるんだってことは一言言っておきたいと思うんですけど、大体対象となるのはパート労働者のたった 1.5% 程度にしか過ぎないんですね。でしかも不合理な格差は是正って言ってるんで、合理的だと思われたらもうそのまま格差を固定化して OK みたいな話にもなってきているので、ちょっとどうかなと。でしかもこの間逆の事例も起きていて、同一労働同一賃金って言った時に、普通に考えるのは非正規の賃金が正規より低いから、まあ、上げていきましょうみたいなイメージですよね。同じ働き仕事をしていれば正規を下げる、そう、それがこの間日本郵政なんかでそういう労基法の重症裁判で、まあ、同一労働同一賃金に実際しようっていう裁判で勝ってるんですけど、そしたら日本郵政何やったかって言ったら正規の賃金下げたんですね。住宅手当を下げたり、
年末年始の手当をが非正規についてなかったんだけど、じゃ あの非正規も年始の方だよな、年始の方はあげますよ、ただし年末については正規もなしね、みたいな、あの本当ふざけんなみたいな話もあるんで、まあ、その辺もね、ぜひあの注目はしていただければと思ってます。で、まあ、ただ、まあ、こういう話をしているとでもねみたいな、なんか数の多数があれば通っちゃうんじゃないのって、もう労働はどんどん悪くなるばっかりだよねみたいな諦めモードが漂うと困るんで、一応言っておくと、そうは言ってもあの少数会派で野党ですけど、その中でも労働問題でもね行っていろんな成果を勝ち取ってきているんです。あの私事ではありますが、一応ここに配ってあるんですけれども、あのブラック企業ゼロをあの掲げてですね、あのこの辺裏とか見ていただけるといいんですけどね、あのブラック企業問題っていうのはすごい取り上げてて、そういう中で大事な成果も勝ち取っていると。で、一つはあのここら辺なんですけど、あのブラック企業の企業名公表をずっと求めたんですけれども、あのそれを安倍首相に言ってね、であの首相は、まあ、検討するって答えて、でそういった中で、あの昨年476社あの書類送検された企業に公表できるようになった。でちなみにこの質問の時はすき家の事例を挙げたんですけど、すき家ってあのワンオペで大問題になったじゃないですか、うん、であれだけ大問題になって100回以上労基署から監督指導を受けてるのにもかかわらず、そうなんです、あの100回以上っていうと語弊があるんだけど、まあそれぞれの店舗でね、同じような案件でやって、総計すると100件になるっていうことなんですけれども、104件か。で、なのに、その全商グループの取締役会でそれが一度も話題にもなってなかった。JR 九州はどうなんだ。まあまあ、はい。で、っていう話をやって、だから、あの監督指導がこうやって複数回あったらね、公表するぐらいのことやってもいいじゃないかっていう迫り方をしたんだけど、その時にね、あの総理、面白かったんですよ。その普通は個別企業のこと言っても個別の事例にはお答えしませんって言うんですけど、すき家に関しては、いや先ほど委員がおっしゃった話っていうのは相当悪質と思われるって、すごいでしょって言いました。だから質問でもあるんです。まあいずれにしても、まあ、そういう相当悪質な事例もあるもんで企業名公表に踏み切ったっていう事例もありますし、もしくはあの固定産業団制って、まあ、ちょっと制度の説明めんどくさいんでやめときますけど、あの問題を取り上げたときには、まあ、これはこっちの方なんですけど、一番最初のね予算委員会で あの手口の問題なんですけど、まあ、残業代と基本給を一緒くたにして月給って示して求人を募るみたいな、あのそういうやり方があるんですけど、これ分けて明示するべきじゃないですかっていう質問をしたら、まあ、すぐにここでその質問の3日後に通達が出されたっていう事例なんですけど、あのまあ、そういう成果も勝ち取っているんですが、これあの後日談がありまして、あの佐々木さんと同じく労働弁護団の一員が笹山直人弁護士がね、実は私のこの国会でのこの求人票の問題の論戦を使って裁判戦ってくださって、そこで和解案の中にその私が国会答弁に勝ち取ったその割増賃金と基本給は分けて明示すべきっていうのを盛り込ませることができた。判例になったんですね。そう、判例になったんです。だからあの先生、あの笹山先生はあの国会論戦が現場に来たっていうふうに言ってもらったんですけど、ただね、その国会論戦やるときってやっぱ相当現場の声を届けようっていうのを思って私頑張ってきているわけですよ。それこそさっきのすき家の問題もそうですし、固定産業代の時は大小の問題とか取り上げたんですけど、あのそのね質問が、まあ、みんな声を届けるだけじゃなくて、その論戦が今戦っている現場に生かされたっていうのはすっごく感動的で、役立ったんだって、今本当に苦しんで声を上げてる皆さんの役に立つ論戦ができたっていうのは本当にそれを知ることができて嬉しかったし、まあ、そういう現場に返す質問をねこれからも頑張っていきたいなということを思った次第でございます。というわけで、あのまあ、そういう現場に返すっていうこともしている日本共産党はですね、今あの公プロ制度とかに対抗するあの対案というのも示しているので、一応ご紹介をしておこうと思うんですけど、ここにお配りしましたこの資料をご覧ください。これに全部書いてあるんで、あのいますけど、まあ、5つの柱です。まあ、公プロ制度はなくすってことと、あの裁量労働制は廃止しましょうっていう、あの企画型の
資格業務だけ裁量労働制を廃止するし、まあ、その他の裁量労働制を抜本的に見直すということで、残業の上限というのは、月45時間、年360時間、年61時間の休息時間というものを入れたり、休息時間でインターバルというのが、さっき鈴木さんの先生からありましたけど、も入れるとか、でサービス残業をなくすと、パワハラ、セクハラ規制を強化する。ドイツ労働同一審議を本当にやっていくとか、そういう5つの柱を掲げております。まあ、おおむね様々な人たちから高評価をもらっているんですけど、まあ、実際これただ単に対案掲げてるだけじゃなくって、その中身に基づいて実施を求めてもいて、この4番のね、パワハラセクハラの規制強化っていうのは、私もこの間実はほんの先週月曜日決算委員会で質問いたしました。で、まあ、セクハラ問題がね、この間財務省とかひどいじゃないですか。で、ああいう中で財務大臣がセクハラ罪はないって言いましたよね、うん、まあ、あれも本当ひどい話で、まあ、セクハラ罪はなくてもね、強姦罪とか様々あるわけですから、ないってわけじゃないんですけど、でも実際でもセクハラに絞って言うと、セクハラ罪どころか、そのセクハラをやってはならないって禁止規定すら今の法律にはないんですね。やっぱりそういうものはダメだよと、罰則はまあどうするかって問題はあるにせよ、ダメだよって法律に書かないからが、いまだにこの人権意識のかけらもないような発言がね、横行しちゃうんじゃないですかっていうこと。それからセクハラだけじゃなくて大問題なのがパワハラで、これ相談件数、うなぎの、まあ、セクハラとパワハラって本当一緒くたになってると思うんですけど、うなぎ登りで平成27年度で6万件、28年度で7万件相談件数あるんですけれども、なんとこの日本にはパワハラを規制する法律はないんです。ないんです。他の国はあるんです。あ、他の国はちゃんとセクハラ罪もあるんですよ。はい、あるんですけど、ないんです。だからそれを作れっていうことを、まあ、言いました。で、厚労大臣はね、まあ、いろいろ言い訳をしてたんですけど、最終的には、慎重に議論するですね。慎重にが余計だよとか思いながらなんですけど、まあ、議論するとも言わないかもしれないと思いながら言った中で、議論するっていうことを一言言ったっていうのは、私はやっぱり大事だなと思ってるんです。というのが、大臣はね、否定したかったと思うんですよ。そんな禁止規定とか無理ですよ。でもやっぱりその MeToo とかで皆さんが声上げてるからね、ダメとはやっぱり言えなかったんじゃないかな。でそういう運動で押していけるんだなっていうことをすごくすごく今実感しているところです。で、まあ、じゃあまあそういうさまざまな対案も示しているんですけど、じゃあ日本共産党はそもそもね、働くってどういうことだと考えていて、どういう社会を目指しているのかっていう話が一番聞きたいことだというふうに聞かれて、事前に言われてて、いや冷や汗もなんですけど、一応ね、じゃあ働く労働って何なんでしょうっていうのを、マルクスさんっていう人が何て言ってるかっていうのを一応調べてみたんです。で、まあ、いろいろおっしゃってるんですけど、働くっていうと、まあ、いろんなものを作ったりすることなんだけれども、それって自然界のものを使って新たなものを作るってことなんだけど、例えば雲だってきれいな雲を作るじゃないですか。それと大工さんが押し立てるじゃないですか。なんか家庭としては似てるような気がすると。でもその2社ので全く違うところがあるんですっていうんです。何だと思います？道具を使う？ではないですね。道具も使うかもしれないですけど、一番違うのは、その大工さんは作る前に頭で考えるな、だって結果を、こういうものを作ろうって頭をフル回転させて、そのためにはこういう過程でやろうっていうのを想像してやると。雲は普通にもうこれしか雲しか作らないというのが全く違う。そういう、なんていうのかな、それこそさっきクリエイティブっていう話がありましたけど、そういうクリエイティブで本来的にすごく楽しいのが労働なんだけれども、この残念ながら資本主義社会の中で支配階級、資本
家に支配され搾取されているもので苦痛に満ちたものになってしまっているよねというのが、だからそれを本来的な楽しい労働に変えていこうねという立場が日本共産党の立場でございますっていうのでちょっと答えになったかなと思いながら、まあ、最後に私個人の決意だけは言っておきたいと思うんですけど、まあ、私本当にブラック企業のものでやってきて、さっきも言ったようにいろいろ国会でも論戦やってきて、まあ、一番感じてるのはやっぱりね、皆さんの声があれば必ず政治って変えられるっていうことなんですよね。でそしてやっぱその声こそが私の原動力だなって思っていて、先ほど過労死家族の会の皆さんの話しましたけど、NHK で過労死した佐渡さんと会ったんです。あ、佐渡美和さんのお母さんと直接お話したんですけど、実はその NHK で過労死した美和さんっていうのは選挙報道での直後に亡くなってるんです。その選挙報道、何の選挙かっていうと5年前の参議院選挙、東京選挙区の野党候補の担当だったんです。私のところにも取材に来てくれていた方だったんです。でお母さんに会った時に、私のところにも来てくれてたそうですねって皆さんって言ったら、そうなんです、キラさんのことはミワのノートにいっぱい書いていましたって言ってくれて、でもその5年前ね、私ブラック企業ゼロって言っていて、いっぱい書いてたってことはその言葉を書き留めてくれてたんだろうと思う。その方がその仕事で命を奪われたっていうことが私はもう悔しくて悔しくてしょうがなくって、でお母さんともね約束したわけです。もう絶対に働き方改革廃案にしようねって。だからね、私も今絶対に負けられないんですね。でさっき参議院で戦うって言いましたけど、厚労委員ではないんですけれども、手を挙げて厚労委員会で質問させてくださいって言って、今度6月5日ぐらいになるかなに質問しようと思ってますけれども、もうこの本廃案の先頭に立って頑張るし、まあ、廃案するだけじゃなくてさっき言った対案を、ね、作って本当に働くことが楽しいとみんなが思える社会を作るために頑張りたいと思います。共に頑張りましょう。参議院の審議頑張ってください。応援してます。はい、それではお二人のお忙しい中、とてもお忙しい中来てくださったんですね。二人に拍手を。最後にちょっと大事なお知らせがありまして、6月24日なんですけれども、杉並区では区長選挙と区議会議員補欠選挙があります。で今日その区議会議員補欠選挙の候補である野垣明子さんも参加してくれています。ちょっと最後にご挨拶を、はい、お願いします。皆さんお疲れ様です。準備された皆さんも本当にお疲れ様でした。6月の、ね、17日国議24日投票で杉並区では区議会議員補欠選挙と区長選挙があります。定数っていうのは補欠2です。2なのでそれでちょっと聞いて私も今ね勉強してきて、2月まで保育園で、まあ、総務とか給与計算とかやってたんですけど、その要は中小企業、まあ、社会福祉法人なんですけども、で労務の管理の仕事とかをやってきて、でいい仕事をやっぱりいい雰囲気とかしたいとか、職員会議というのが聞いたんですけど、結構いろんなこと課題が多くて、1時間じゃあと職員会議伸ばすっていうと、まあ、みんなは結構頑張って一緒にね話し合うんだけど、私は1時間伸びると全体で6万円かかるんだよ、どうすべきとかね、すごい思ったりとかしてたなと思って、でサブロック協定もやっぱ中小企業って結構、これちょっとカットだったらちょっといいんですけど、結構大変なんですよね。で労働者の代表っていうのが労働組合ないと余計こっち側が誰にお願いするのか代表っていうのもすごく大変だったりして、じゃあ階段でとかねって言っちゃったりするんですけど、でもまあ大きい企業はねきちんとそういう社会的な責任を果たしていかなければいけないし、いろんなそういうところ、大きい企業はちゃんとやらないと小さい企業もできるわけがないので、人件費とかね大変なのですごく大変だなと思うのと、まあ認可保育所だったので、まあこれは国の法律っていうよりは多分社会福祉法人だから東京都の問題なんですけど、まあセクハラの問題とかパワハラの問題とかこの間いろいろ出てますので、そういう
まあ、園内、法人内での規定を作れっていうのは、社会保障人の中にもね、強制というかされてるんですよね。で、何年かに1回ちゃんと査察が行政で入って、で、こういう規定作ってますよねとか、すごくこう見られるわけです。でも、今聞いたら、その、セクハラの禁止の規定とか、パワハラ、ね、あの規制の法律がない、まあ、国の単位でと。労働あの措置セクハラについては措置義務はあるから、うんうん、だから査察があってそういうことそういう防止をのなんか対策を取らなきゃいけないよね、うん、ってところまではあるんです、うんうん、ただしちゃいけないっていうことは言ってないんです。ああ防止をしなきゃいけないとは言ってるけどしちゃいけないって言ってないから、うんうんうん、しちゃいけないっていうことは少なくとももう法律の中で歌うべきじゃないのっていうことを、うんうんうん、なるほどね。先ほど言ったはいはいはい、結構そういうすごい中小企業とかにもいろんなことが課せられているのにそういうことを、ね、容認するようなやっぱり政権だったりっていうのですごくおかしいなってやっぱりいつも思ってます。あとその保育園で働く前は埼玉土建っていう、ね、建設業者の組合で働いてたんですけど、建設業っていうのはこういう労働法とかも含めて結構そのなんていうのかな、もう適用除外のもうパレードみたいな感じでもう適所とかうちらも言ってこれは適所なんだよとか言っててやってたんですけど、本当に例えば賃金の問題でも雨降るとねその日の仕事ないとか、そうすると日給月給だからその日の賃金が入らないってなっちゃうから、30日あっても10日雨降ったら20日しか入らないとか、まあ結構ねそういう問題もすごく多くて、やっぱり全体的に、うん、最低賃金とかもそうだし、こう守っていけるような、ね、社会にしていきたいなっていうふうにすごく思います。あと業務もなんかさっきの航空限定されてるとか言ったけど、確かなんか派遣法の時かなんかに最初業務限定されたけど、なんかその後なんか取っ払われちゃって、でしかもそれは共産党以外のなんか社民党とかもねなんか賛成しちゃって、業務の拡大が広がっちゃったっていうところでは、やっぱりまあ平さんのね選挙も来年ありますけれども、本当こういうことを進めていくような安倍政権を退陣させていかなきゃいけないし、平さんの当選もやっぱり確かなものにしていくために私をぜひ当選させていただきたいと。はい、杉並区政のね問題ちょっとだけ本当パワハラとかね区政の私物化とかやっぱりひどいんです。でいろいろ聞いてることあるんですけど、まあどちらかというともう今、まあ、都議会の時は田中区長って、まあ、民主党だったんですけど、今もう自民党より悪いっていうことで本当に最悪の区政が行われているので、まあ、皆さんも近くにね杉並区民の方とか、まあ、杉並区の住まいの方いたらあと、まあ、1ヶ月後にですね投票日があるのでぜひ、私のこととあと区長選挙では三浦裕也さんというね市民の代表の方が立候補しています。で、まあ、鈴木さんの方も割とご存知なんですね、三浦さんはすごくブラック企業に対しての問題とか原発のなりわい訴訟とか若いけどすごく一生懸命取り組んできた方なので、ぜひ区長選では、ね、三浦さんのご支持もお願いしたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちょっとその復興プロっていうねところに焦点も当たってはいますけども、基本的にはやっぱ働くってことは楽しいことであって、生きがいであるべきなんだけども、どうしてもそれが賃金とかね、生活と絡んでくるってことで、そういうきれい事ではいかないし、逆にそのやる気とかそのやりがいっていうものを利用して長時間労働させたりするっていうところもあるので、まあそこら辺は冷静に見ながらやってるしかないのかなとは思ってます。で、コープラは本当に悪い制度ですから、皆さんぜひ一人一人の声が廃案に追い込めるその原動力になりますので、ぜひ今後もこの制度について批判の声を上げていただければなというふうに思います。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。まあ、質問にちょっと答えきれなかった部分もあるかもしれないですけど、まあ、もしくはなんかいろいろご意見もあるようですけど、まあ、あくまでも私個人の意見もあるということでご承知をいただければと思いつつ、本当に、まあ、コープロも含めて安倍政権の悪性を、ね、止めなきゃいけないと思ってます。でそのためにやっぱり力になるのは一人一人の声だっていうのも間違いないって思うんですね。でこの間
共産党 の, あのとことん 共産党っていうネットの番組でその上西美津子教授とこうご一緒したんですけど、最後にね、あの先生が言ってたのが、本当に今ってこう黙らないで声を上げてる人たちとそれを黙らそうという圧力とそのせめぎ合いの時なんだって、だから黙らない流れを大きくしなきゃいけないんだっておっしゃってて、本当そうだなって思うんですね。まあ、黙らせようと思ったり、騙してなあの気づかないうちにとかね、そういう圧力がすごいのある中で、やっぱり今こうしてここに集まってる一人一人は、いやそれじゃダメなんじゃないかってここに来ているわけで、やっぱね、そういう人たちが諦めずに声を上げ続けることが他にもこう伝染していくんだと思うんです。で、あのハリウッドで MeToo の運動が広がりましたよね。その先頭に立ったミシェル・ウィリアムスさんっていう女優さんがこう来日して、その記者会見があって、それを読んで私すっごい感動したんですけど、あの彼女はね、やっぱ最初はその私一人声上げても変わらないみたいなことをずっと思ってたんですって。で子供がいるけど、あの危険なものは危険よって言わなきゃいけないな。でもその MeToo の運動の中で、あ、声上げれば変えられるかもしれないと思って、ああいう黒いドレスを着てやった。でそして彼女が言ったのが、最後に世界はある時急に変わる、だから諦めないでくださいって、うん、そうだと思うんですね。諦めずに声を上げ続ければ必ず変わる時は来るし、必ず安倍政権は倒せるし、まあ、そのためにですね、あの粘り強く諦めずに頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。はい、あげられるはない、はいはい、